はい、こんにちは、ゴールドです。こんなコメントいただきました。ナンバープレートの制作のやり方は分かりませんかと。もちろん分かります。早速作り方の手順を誰よりも簡単に分かりやすく伝えたいと思います。それではサクッといきましょう。はい、それじゃあここでまずガレージに行ってナンバーを作成したい、車に乗り換えてください。ゴールドはフィットに乗り換えます。そしたら次に GTO とそしてカーカスタマイズに行きます。はい、ここで一旦その他を選択。次にナンバープレート、ここではフィットは標準でプレートついてるんで問題ないんですが、海外の車に、日本の規格のプレートをつけたい場合はタイプ A を選択。はい、日本車に海外規格の横長のプレートをつけたい場合はここで、タイプ B などを購入してください。はい、プレートが決まったらリバリーエディッターに行きます。はい、次にリバリーエディッター選択、新規作成。はい、それではね、まずはデカールの選択します。そして、プレートを編集したいときはその他を選択、右に行ってレイヤーの追加を選択。この時に、カメラの選択というこの左側にあるものを選択して、フロントを作りたかったらこのままフロント、リアのプレートを作りたかったらリアを選択してください。まずはフロントから。はい、じゃあここで簡単に操作説明します。L2 を押すとカメラが引きになります。 R2 を押すとカメラがアップになります。 R1 を押しながらスティックを、左スティックを動かすとカメラ位置が好きなところに持っていけます。はい、で R3 スティック、右スティック押し込みですね、押し込みすると編集エリアが確認できます。今回フィットはプレートと上のグリルのシルバーの部分、そしてバンパーの下の部分が編集できるようになってるみたいです。まあ、車の車種によってはその他の選択で屋根の上もカスタムできる場合もありますので覚えておいてください。この操作方法は画面の下の部分、ここですね、画面の下の部分に実は操作説明がちゃんとされてますので、分からなくなった時はそれを確認するといいです。それではね、簡単にプレートをカスタムしたいよっていう人のお手軽編。では行きましょうか。まずは、デカールを選択、コンテンツを検索、ここでプレート、プレート検索して出てきたところのここにあるナンバープレートを、選択。はい、ナンバープレートを選択したら、横浜ナンバーのプレートがボンネットの上でチカチカしてると思うんですけれども、それをフィットのプレートのところまで持っていきます。このようにデカールの編集っていうところをポチ。はい、次にスティック操作で左スティックですね、左スティックで下の方に下げて右スティックで大きさを調整します。まあこれぐらいでいいかもしれへんな。ちょうどなんか縁、カスタムの縁つけてるみたいで。はい、大きさを調整したら、はい、これで OK です。はい、これでどんな風になったのかっていうとプレビュー、はい、もう遠くから見たらもうね、普通に日本車のようになってますね。はい、もうすごく作るのはめんどくさいけども簡単にパッと作りたいよっていう人はこの方法でカスタムがナンバープレートができると思いますので、ぜひやってみてください。はい、次にちょいカスタム編です。拾ってきた画像を貼り付けるだけじゃなくて自分で少しカスタムしてみたいよっていう人のための作成動画です。まずは、デカールの選択、今回はちょっとゴールドのコレクションの中から、はい、コンテンツ検索から、自分のコレクション追加できるんですけれども、そのやり方もまた言います。コレクションから日本で実際に販売があった2019年ラグビーワールドカップのナンバープレート、このままちょっと横浜のナンバーの上にこのラグビーワールドカップのプレートをちょっと貼り付けます。
はい、次にナンバーの選択いきます。このナンバーの選択なんですけど、まあ一つ一つね配置したらね、文字を配置したら普通に作れるんですけど、ちょっとそんな面倒くさいわっていう人のためにもうね、まとめてこのようにね、まとめて数字を公開してくれてる人がいます。その人の拝借してナンバーの数字とか別に何でもいいよと、こんな感じでね、日本車の雰囲気が出てたらそれでいいよっていう人はこのように配置してもらったら、実際にあるラグビーワールドカップ仕様のナンバープレートができます。はい、この他にもちょっと面白いのがあって、それも見ていきましょうか。他にも面白いのっていうのはですね、あ、これこれこれです。これ なんかわかるかな、はい、これがね、何のナンバープレートかというと、オリンピック仕様の、東京オリンピック2020仕様のナンバープレートです。はい、これ今つけてる人めっちゃ多いですよね。軽自動車とかで黄色のナンバープレートを白に変更できるっていうことが話題で、あの軽自動車につけてる人めっちゃ多いんですけど、これ普通車にもつけること可能なんですよね。この変わり種のナンバープレート、ぜひ作りたい人はね、ちょっとこういう風なカスタムしてみてもいいかと思います。でもね、これも右上のとこだけちょっとね、東京2020って書いてあるだけでね、これも全然目立たないですよ、これ引きで見たら。この自分の家の車がこの東京オリンピック仕様の車使ってるんですっていう人とかは、このぜひちょいカスタムしてみてください。はい、ここで一つテクニックです。コンテンツ検索から見つけてきた素敵なこのプレートですね、このプレートを一回使ってまた使いたいなっていう時に探さないといけないのが大変なので、はい、まあ、このような、あ、いいなと思ったら、例えばこのなんか地域のステッカー、バイエルン州、多分ミュンヘンなんかな、これがいいなと思ったら、ここのところで三角ボタンを押すとコレクションに追加っていうのがあるんですね。このコレクションに追加っていうところで丸を押すと完了しましたとなります。これはどこに行くのかというと、左の上から、コンテンツ検索の下の下の下、そうですね、ちょうど真ん中あたりにあるクリップマークコレクションというところに、自分がこれまでに、選択してコレクションに追加したものがたまってます。またこれ同じの使いたいなと思った時にすごく有効的なので、ぜひやってみてください。はい、次にナンバープレートこだわり編をやっていきたいと思います。まずデカールの選択、その他の選択、レイヤーの追加、カメラをフロントに回してから、はい、デカールをここで選択する、はい、コンテンツの検索、プレートでいいですかね、プレートで検索したら、まずはこの白の下地プレートを選択、デカールの編集をして左スティックでプレートに合わせます。はい、ぴったりありました。次にレイヤーの編集を完了してまた右に行ってレイヤーの追加を押します。ここでまたデカールの選択、コンテンツの検索からまたコンテンツ検索を押してください。まあ、プレート人気のタグさっきのままになっているのでそのままで大丈夫です。ここで上から4番目にあるナンバープレート配置、デカールの編集を押してまた左スティックでプレートの枠にぴったり合わせてください。はい、それでは文字、好きな文字を入れてカスタムしていきます。その他選択してレイヤーの追加で、ゴールドの場合はコレクションの中にもう文字をあらかじめコピーしておいたので、これを選択していきます。1番でいこうかな。これを順番にどん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 貼り付けていきます。はい、
手順は一緒で、1つ貼ったらレイヤーの編集を完了し、次にまたレイヤーの追加、デカールを選択し、またこの公開されている中から、好きな番号を選んでどん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 貼り付けていきます。はい、少し早回しでいきます。はい、貼り付け作業が終わりました。ここで、印にしてた、はい、枠ですね。ガイドの枠、印にしてたガイドの枠を取り外します。どこやったかな、下の方にしてたこのナンバープレート配置のこれですね。ここで三角ボタンを押してレイヤーどのようにするのかっていうのを選択できるので、ここでレイヤーの削除をします。一応右下のところに三角でメニュー、丸で編集するっていう操作説明出てるので、この下の操作がわからなくなったら下の操作説明を見ればちゃんと作れるようになってます。はい、今はこれをレイヤーの削除で削除します。はい、出来上がりました。自分の思い通りの、はい、こだわったナンバープレートが出来上がりました。はい、はい、他にもどんなカスタムができるのかっていうのをちょっと紹介したいと思います。はい、このような仮免許の練習中のプレートにすることもできたり、はい、このような、宮崎県のご当地ナンバープレートにカスタムすることもできたり、まあ、これはもう数字はね選択することできないんですけど、このような形でオンライン上に公開してくれてる人がいます。はい、このようにノースカロライナの海外のプレートを貼り付けることもできます。あとはこれご当地ナンバープレート鳥取県らしいですね。はい、この鳥取県のプレートにして自分の好きな、数字を足すこともできますね。はい、これは彦根市のナンバープレート、いやこれご当地じゃないやろうけども、ご当地なんかな、こんなんあったらもう見にくすぎてナンバーが分からへんよね。はい、これは、まあ、タクシーとかなどについている商用車のナンバープレート、こんな風なのも、カスタムすることができます。あとはね、こんなイニシャル D のね、匠じゃなくて中里武史を前面に押し出したナンバープレートにすることもできます。はい、これはバックトゥーザフューチャーカスタムですね。はい、文字とマーティの顔はまあ別で公開してくれてるんで、まあ、それを取って貼り付けただけなんですけれども、はい、これデロリアンに貼り付けてもいいかもしれないですね。はい、それではいかがだったでしょうか。はい、このような形で自分の思い描くようなカスタムが、ナンバープレートにもできるようになっています。はい、もしわからないこととか何か質問があればぜひコメント欄に書き込んでおいてください。分かってる範囲で、ゴールドが答えたいと思います。またね、それをきっかけに動画を作るかもしれません。はい、以上になります。そしたらまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。